皆さんこんにちは、小場翔です。今回はですね、2011年3月11日を振り返るという話をさせていただこうというふうに思います。この日はですね、世の中的に言えばですね、東日本大震災という痛ましい災害が起きて、多くの方が命を失ったりですとか、家を失ったり、いろんなね苦しみがあった日なんですけれども、それをねちょっと僕がどうこうするというよりはですね、実はその時ですね、僕は塾にチューターとして勤めておりまして、大学生だったんですね。で、知ってる方もいるかもしれないんですけれども、3月10日というのは東大の合格発表日で、もちろんね僕も東大を受験する生徒さんを指導しておりましたし、自分にとっても非常にこう思い出深い1日2日だったので、その時の話を今日はね思い出話として振り返ってみようというふうに思います。あくまで別に震災がメインというよりはですね、3月10日11日というこの2日間に関してお話をしていこうと思います。まずですね、僕は大学1年生の頃からずっと塾でチューターをしておりまして、その話はね動画でも何度もしたことがあるんですけれども、とある結構都心の駅でですね、僕はチューターをしていました。大学2年生の途中からその都心のところに移ったんですけれども、そこでですね1年間以上生徒さんをサポートさせていただいて、その自分が入った校舎の初めての、生徒さんの卒業というのが、僕が大学3年生の頃、いわゆる大学4年生になる手前ですね、そのタイミングがですね一番最初に僕がこう手掛けた、生徒さんの卒業だったんです。その校舎にね、別の校舎では送り出したことあったけどね。で、やっぱそうするって思い入れもね非常にあるし、自分としてもその初めての生徒さんなるべくね受からせたいという気持ちで一生懸命、自分も指導に臨んでいたんですけれども、3月10日ですね、実は僕にとって、東大の合格発表以外にも非常に大きなタイミングがありまして、それはですね僕が就職先を決めた日でもあったんですね。僕はですね、就職活動をして大学3年生の、夏に、インターンに行きました。今も行く方多いと思いますが、僕はコンサルティング会社を中心に受けたいと思っていたので、コンサル会社を中心に受けてですね、大学3年生の秋ですね、今でも忘れないんですけど10月1日だいぶ早いんですけど、そのタイミングで実は内定をいただきました。ただその会社さんは非常にいい会社さんで、就活どんどん続けてくださいっていう風に言ってくださったので、そこからですね、10月11月12月1月2月と半年弱ですね、ずっと僕は就活を続けてました。一応内定をいただいているので、その会社よりも行く気がない会社、志望度が低いか、同じぐらいの会社であれば、受けませんでしたから、就活をしたと言ってもですね、そんな忙しくはなかったですね。その会社よりも行きたい会社、多分本当に両手で数えられるぐらいしかなかったですけど、そんなにあるのかって逆に言われちゃうかもしれませんが、いわゆるですね、外資系の会社を受けたりしておりました。で、ざっくりですね、その選考というのが2月ぐらいにはもう終わりまして、残念ながらね、僕が行きたかった会社には行けなかったんですけれども、今ね、内定いただいている会社に行こうというふうに決断しました。一応ね、当時はまだまだその後の4月とか5月に商社の選考とか、3月にもねそういうちょっと早めに始めるいわゆる日系大企業の選考があったんで、親からはねそういうとこも受けた方がいいんじゃないかって言われたりもしたけれども、僕はねもうその会社に入りたいと思ったので、人事の方と話をしてですね、内定受託書みたいなね、オファーレターにサインをするということで、伺いました。でそれがですね、たまたま日程上3月の10日の、午前中でした。今でも忘れない、確か11時にねお約束したんです。でなんで11時かっていうと、東大のね、合格発表が、1時ぐらいだったと思います。に、始まるので、1時間ぐらいですね、かかると、内定の、実際オファーレター出すだけなんで、別に15分で終わるんだけど、多分ね、人事の方と雑談とかするだろうから、1時間弱かかるということで、移動時間も込めてですね、11時にお願いをしたということでございます。で、その日にね、まずは朝起きて、スーツに着替えて、内定受託書を持って行って、で、人事の方と話して、じゃあね、来年から一緒に頑張ろうね、っていうことで、お話をしてですね、でも自分ももう、じゃあ進路を決めたぞと。で、あとはね、生徒さんの進路も見届けなければということで、東大に向かいました。当時は大学生ですから、普段、そんなに僕ね、真面目に通ってたわけじゃないけど、一応普段通っているキャンパスに行きまして、生徒さんのね、様子を伺わせていただいて、そこで合格した生徒さんもいて、不合格だった生徒さんもいてということなんですけれども、正直、もともと考えていたよりは、すごく、いい成果が待ててですね、合格者を出すことができました。複数名ね、出て本当に良かったなと思ったんですけれども、非常にね、僕がその、そこに勤めていた塾というのも、最初に言ったように、その僕が勤めていたところは、
初めて卒業生を出すということだったんで、まあ1年目からね、東大合格者を出したということで、まあお祭り騒ぎではないですけれども、やっぱりこう、校舎としてもね、盛り上がって、おやったねとね、小場所もね、よく指導したね、みたいにこう、社員さんからなんかからも褒めていただいてですね、僕としてもすごい嬉しい中、まああの生徒さんとね、写真撮ったりとか、まあ予定確認して、予定空いてるってことだったんで、塾の方に行って、まあ合格体験とかね、書いてもらったりとか、まあそういうことをね、本当にこうしてですね、で、本当にまあ夜、まあ勤務して、まあ帰って、まあでも本当にね、こうみんなとしてもやったという感じだったんで、まあすごいこう、いい盛り上がりでしたね。で、来年も頑張るぞみたいな感じでした。ただ、次の日ですね、その塾では、まあチェーンの塾なんですけれども、まあその全体会議みたいなのがありまして、まあ新塾に集まったんですね。まあちょっとあんまり言うとね、塾が特定されちゃうんで、まあ一応ぼかしておきますけれども、まあ僕もそこの会議に参加させていただいて、まあ結構大きな規模の会議なんですけれども、まあそこでね、まあその3月10日の東大合格者とかの発表を受けて、まあその今年の合格実績とかを、まあ確認したりとか、まあ来年に向けた、その方針とかっていうのを、まあ社長とか役員の方から聞くみたいな、まあそういうタイミングなんです。で、まあ本当にね、盛り上がってですね、僕らの校舎も表彰とかもされてですね、非常にこう良かったなって思って、で、まあそういう会議が終わって、じゃあこう、まあ今から、まあ、ビュッフェというかね、その立食パーティーみたいなのやりましょうっていうタイミングで、まあ地震が来ました。まあ非常にね、驚いたし、まあ、そのね、震災のことについていろいろ話すタイミングではないと思うので、大幅に端らせていただきますけれども、まあ、結果的にですね、普通に帰ることはできなくて、まあ、歩いて、新宿にいたんですけど、歩いてその校舎まで、帰ったということです。で、まあ、時間もかかったし、非常に疲れたし、ね、大変だったけど、でもやっぱりね、塾なんで、その日も校舎は動いてるんですね。まあ、高校3年生はあんまり来ないけれども、やっぱ高校2年生とか高校1年生の子はね、勉強しに来てるんで、まあ、校舎と、まあ、電話を取り合うこともなかなかね、こうできなくてですね、まあ、社員さんがメールでね、校舎でこうやり取りして、メールもでもうまくいったり来たりしなくてみたいな。で、今みたいに SNS も発達してないんで、連絡手段も大してないし、とりあえずもう歩いて向かうしかないみたいな感じで歩いて向かって。で、そしたらもう校舎もね、怪我人とかは出なくて本当に良かったんだけど、本棚が倒れたりとか、まあ、机がね、転倒したりとか、もう髪が舞っちゃったりとかして、まあ、結構、さんさんたるありさまでした。うん、なんか、もう、こんななっちゃうんだと思ってね、びっくりして、復旧作業をしましたね。で、もう塾として、まあ、今言っちゃうと本当ブラックって言われちゃうかもしれないんだけど、そういう風に思わないでほしいんだけれども、本当に、その日も、生徒さんをしっかりと、返すために、まあ、電車が動くとか、保護者の方が迎えに来るとかまで、もう夜までね、僕らとか社員さんも、付き添ってですね、きちんと生徒さんが帰れるようにしました。まあね、今そういうことを言うとね、こう、まあ、ブラックって言われるかもしれないけど、まあでもね、やっぱこう、ね、生徒さん面倒見てる側ですから、ブラックもクソもないわけですよね。うん、僕らの、もちろんね、僕だって当時一人暮らししてて自分の家どうなのかなって心配だけど、まあ、そんなこと言ってる場合じゃないですよね。ね、子供さんも見させていただいてますからね。だからそういう気持ちで、まあ僕も働いて。で、まあ校舎もね、まあボロボロになっちゃったんですけど、まあ、これはね、結構すごいなと思ったのは、次の日からまた開けるということでね、決まってですね、まあ復旧作業を徹夜でやりました。まあ僕はやってないんですけど、帰れない組と帰れる組というのを分けてですね、まあ帰れない組の人もいるわけです。電車が動いてないんでね。で、そういう人は、まあ朝まで復旧作業をして、で朝帰ると。で帰れる組、僕は校舎から歩いて帰れる範囲に自分が一人暮らしをしておりましたので、まあ一人ね、先輩を連れて僕の家に泊まってもらって、で僕も、家で寝て、で次の日は僕は朝から働くみたいなね、その交代勤務みたいなね、そういうシフトをですね、急遽作りまして、まあそれで対応しました。まあね、大学生がね、そうやって働くっていうのは、まあね、今でそういうのをね、ツイッターとか YouTube とかで言ったら、ブラックだとかね、まあ言われてしまうかもしれないけど、まあ当時ね、少なくとも僕は、なんかこう使命感に燃えてやっていたし、なんかそれをブラックだとは、僕は思わなかったですけど、ただ、やっぱりその激動の、二日間だったなと、東大合格発表が出て、で、地震が来てしまって、まあでもね、なんか周りの人が怪我とかはしていなくて、まあ自分の家族とかともね、まあ連絡して、まあ無事だったということで、まあどうにか、ありましたけど、やっぱその二日間はずっと思い出深いなと、今でも思い出す、すごくね、思い出しますね。毎年3月が近づくとですね、やっぱり、まあ、こういう受験産業に身を置いてるんで、ね、受験センターとかね、東大の受験日、そして東大の合格発表日っていうのはすごい気になりますけど、まあ、その思い出すたびにね、やっぱりこの思い出をね、毎年毎年思い出します。で、何が言いたかったのかっていうと、別にこれだっていうなんかメッセージはないんですけど、やっぱり、なんか自分が、
教育業界に進むきっかけになったのも、そういったところにもしかしたらあるのかもしれない。まあもともとね、その東大の合格者が出るとか、合格発表の次の日にね、地震が来るとかとは関係なく、強く教育業界に興味は持っていました。うん、だけど、まあ、そういった思いでね、かなり強く、こう、教育業界で、やっぱりこう、人を指導することっていいなって思ったっていうのはあるかもしれません。まあね、コンサルの内定承諾書をね、出した次の日に地震来て、教育もいいなって思ってるのね、ちょっと気が早いなって思われちゃうかもしれないけど、まあでもやっぱりね、インパクトがすごい大きい事件ね、でしたので、まあそういうふうに思った次第です。はい。というわけでね、今日は3月10日と3月11日の思い出をお話しさせていただきました。まあ本当はね、その後もいろいろ思い出があって、3月の12日の話とか、まあそういうのもいろいろあるんだけど、とか、あとはなんかこう、ちょっとね、まあそういった、震災の影響でいろいろこう対応しなきゃいけないんだけど、ちょっとおっちょこちょいをしてしまった話とかもあるんですけど、またいつかね、それはまた雑談みたいな形でお話できればなというふうに思います。はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。